はこの方でございます。どうもこんばんは、木杉隆夫です。12月1日今日発売になったばかりのニューアルバムラビリンスより白いラビリンスでした。この曲は11月1日にシングルとして発売だったんですね。そうです、はい。この白いラビリンスは中森明菜さんがお歌いになって、彼女の一番新しい LP に入ってるんですよね。だから元々は中森明菜さんに書いた曲なんです。木杉さんはデビューからずいぶん長いんですよね。デビューで8年ですね。まだ8年。76年ですから9年目に入ってますかね。やっぱり長年ね、同じそのソングライターとしてずっといると、うん、依頼される時も割合こう下世話な方面に行かざるを得なかったりなんかすることってのは今まではなかったんですか？夢の途中まではあまりなかったですね。夢の途中がヒットした年っていうのはものすごいやっぱり注文、曲の依頼っていうのが多くて、でそれがもうほとんど夢の途中みたいな曲を書いてくださいみたいな、うん、だから割とコード進行なんかも全部同じ。困ったね。次はマンネリだみたいなことを書かれたりもしたんですけども、決してそういうわけではないんですけどもね、依頼してくる方が、夢の土地みたいな曲を書いてくださいみたいなことで、それで結構苦しみましたけどね。どういうふうに解消なさるんですか？そういう自分との戦いになってくるでしょ、だんだん。そういうことになってくると結局作曲ってのはどちらかといえば才能をいつも削ってることなんですよね、作業的にね。身を削りながら自分の引き出しをどん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 やっぱり開けて、そこから出していくわけですよね。だからそれを今度貯めることをしないといけない、だから僕らの仕事ってね、作詞家とまた全然違うんですね。だから僕らの仕事って充電っていうのは結局やっぱ音楽の知識とかね、で結局音楽と接することが、充電なんですね。新しい知識を得るとか、そういうことを。だから野球選手っていうのはやっぱり野球に関してのことをやらないと、トレーニングとかやらないと上達していけないわけでしょ。そうですね。だからそれと同じなんですよ。あ、曲作りも結局僕みたいな人間が、例えばこういった DJ とか、持っちゃったりとかすると、それは結局はマイナスなんですね。他の面ではプラスになるかもしれないけど、作曲とかそういう音楽に関してですとマイナスですね。曲をかけたいと思いますが、12月1日今日発売になったばかりのニューアルバムラビリンスより今のままでいてという、はい、これはオリジナル。この曲だけがね、今回は9曲入ってるんですけども、オリジナルなんですね。それをちょっと聞いてみたいと思います。今こう2曲伺ったんですけど、すごい綺麗ですね。で編曲がポール・モリアンさんなんですね。今回はシングルもそうですけども、LP も、アレンジはポール・モリアンさんで、なんか変にポール・モリアンさんっていう知識が入っちゃってるからかもしれないんだけど、違いますねっていうふうに言いたくなっちゃうような感じってありますけど、やはり今回もね、8月にオリジナル出しましてね、ロマンティック・シネマティックっていうね、でそっちの方は割とコンテンポラリーっていうか、新しい音、生の弦とか一切使わなかったんですね。シンセ類で、作ったんですけども、今回のラビリンスに関してはやはりポール・モリアさんということもありまして、生の弦をメインでね、全曲リズムは入ってますけどもね、やはり弦がメインですね。でこれはやはり向こうでパリで撮ってきましたから、弦とやはり管類っていうのはどうしても日本よりは優れてるんですか。やっぱりうまいですね、もともとの音、伝統なんでしょうね。そうですね。割とポールさんの音楽っていうのも基本はクラシックですから、ですからそういった面で今回も一緒に仕事をしてね、ポールさんのアレンジとかをじっくりと聞いたわけですけれども、
なかなか深いものありますね。やっぱり全然仕事の内容が違ったりしますか？アレンジの仕方がね、すごくイージーではないですね。感覚的じゃないんですね。やっぱ音楽的なんですね、アカデミックなんです。私そういうのよく分からないけど、具体的に言うとクラシックを基本にしてますからね、うん、今アメリカとか日本の録音リズムとかオケ取りというのはね、うん、リズム帯がありますよね。最初に今リズム帯取りますでしょ、うん、ドラムとかベースギター、うんうん、ピアノ、うん、あんまりね今は書かないんですよ。おたまじゃくしってのはねあまり書かないんです。おたまじゃくし書けない人って、もう、まあ多いですけども、ね、テープで本来でもアレンジャーっていうのは全部書けるのが当然ですからね。そうですよね。でも割とアメリカとか日本ってね、個々のそのプレイヤーの個性っていうのを大事にするわけですよね、うん、ですからそのプレイヤー の感覚持ってるリズムセンスとかね、うん、そういうものを重視するから、お試しくて書くよりは、うん、その人のフィーリングを出したいと、うん、だからミュージシャンアレンジャーが選ぶわけです。ギターは彼、ドラムは彼じゃないとダメだっていうのはよくありますよね、うん、そうするとねアレンジャーはあまり書かないんですよ今は、うん、だからコードネーム、コードだけを書くんです、だから決まったフレーズとかそういうものは、あんまり書かないんですよね。でここのとこよろしくっていう感じなんですね。そうです、こういう感じで出してこういう感じでとか、そうです、あとお任せっていうやつですね。です放送作家でいうと台本のところもここのとこ感想ありっていうやつです。そうなんです、うん、でもそれがねポール・モーニアさんに関してもないんです。だからドラムもベースもギターも、ピアノも、うん、全部書き譜なんです。じゃあ、おたまじゃくしが、たっていうのも書いてあるわけ。だからピアノのアドリブっぽいフレーズも全部書き譜になってるんですよ。僕は譜面見てびっくりしました。これはとどめじゃなくて初見でもう絶対に弾けない。その練習してこないと。だから向こうでも首席でやっぱり卒業した人が、来て譜面渡されて、うん、もう本当おたまじゃくしだらけの譜面を見ながら。うんやるわけです。ですから向こうの方はアレンジャーの個性の がすごくだから立つわけですよね、うん、プレイヤーの個性よりアレンジャーがやはり強いですね。なるほどね。そういったことでやっぱりポール・モーリアさんっていうとどうしてもすごくこうナイーブでね、うん、綺麗なってイメージがありますでしょ。だからそれからどうしても出てくるんじゃないですか、うん、曲に行きたいと思いますが、はい、今日発売になったばかりのニューアルバムラビリンスより、3曲目はデイブレイクをおかけしたいと思いますが、はい、この曲は、ね、これ5年前ぐらいですかね、はい、高島愛子さんの LP に書いた曲なんですけども、非常に前々から、ファンレターとかお手紙にもね、この歌をぜひ歌ってほしいっていう曲多かった曲です。そうですか。それではデイブレイク、木杉隆夫さんです。今日発売になったばかりのニューアルバムラビリンスより、デイブレイク、木杉隆夫さんでした。12月といえばまた明日、大阪のフェスティバルホールで、ポール・モーリアさんとポール・モーリアさんのコンサートに僕がゲスト出演して何曲か歌います。共演なさることになるんですよね。そうです。もう東京では先月のね23日に NHK ホールの方でやったんですけども、うん、あと明日がその大阪です。共演するっていうとまた緊張しますね。いやもうステージとかね、うん、人前で何かやるっていうのは緊張しますか。これも大変なことですよ、うん、これも何回僕はコンサートツアーでね、うん、年間今年も60カ所ぐらいやりましたけども、開演の前の状態、精神状態ってのはもう本当に同じでね、うん、逃げ出したくなる気持ちですね。だからシャイでなんですね。本当に見るからにそうですけど、テレビなおさらテレビなとなるとね、うん、本当に大変。すごくよくお気持ちわかります。私もそうなんですよ。あ、そうですか、うん、本当に向いてないんだなと思いますもん自分で。だからそれなんとか勝ちたいと思ってるんですけどね。克服したいですね。ええ、厄介な現象には参っております。来年はどんな年に？
来年もいい年にしたいと思ってるんですけど、ね、そりゃそうですね。来年もね曲をたくさん作りたいと思ってます。来年はコンサートツアーもね秋からなんだよね。いつも5月からだったんですよ、うん、すごく長い期間だったんですけども、来年は9月から12月までなんで、前半をじっくり、あの来年のオリジナルっていうのは、あの矢倉銀が、矢倉銀って僕のアレンジャーのペンネームなんですけどね、はい、またまた登場すると思うんで、うん、今度は時間じっくりかけてオリジナルを、あのアレンジの方もね自分でもやりたいと思ってるんで、期待しております。あの最後になりましたが、最後の曲をお聴きください。今日発売になったばかりのニューアルバム、ラビリンスよりオーセをお聴きください。今日の最初のお客さんは木杉孝雄さんでした。今日はどうもありがとうございました。どうも失礼しました。